はい、こんにちは。どうもフルーツさんです。今日の動画はですね、チワワのカット、トリミングっていうところですね。そこの動画になるんですけども、まあちょっとご覧になっている動画の通り、チワワの毛って割とね、すごいうんねうんねしてるんですよ。まあその個体にもよりますけど、割とこういう毛残って多くて、まあ特にこのロングコートチワワですからね。ロングコートってことはそこに変化はたくさん訪れますので、まあ、それをどうにかして上手にカットしていきましょうということで、少しこの後解説等々が入っていきますので、まあ、少しの間お付き合いください。それではよろしくお願いいたします。はい、いきなりブローからになります。シャンプーはまあしっかり正しくやってください。でブローをここ解説するのが、はい、やってますね。タン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 、うんーキュッ、タン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 、うんーキュッと合ってないなでこれ何やってるかっていうと、最初のこうブラシをサク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 ってやってるのは毛束を広げてる状態です。もちろん表面張力でくっついてますので、それを広げて毛を離しやすくしてるんですけど、その後にやってることっていうのはアイロンです。これを植生方向にまずブラシをセットして、そこから毛流方向にブラシをアイロンします。植生方向からブラシを入れて毛流方向にアイロンする、これが重要ですね。でここで重要なのは乾かしちゃいけないっていうことです。これは前の動画にもあります通り、必ず半ブローを行います。これしっかりやろうとすると、ちょっと毛流より不自然な形での仕上がりになってしまうので、必ず半ブロー、これをやっていって最後弱風、一番弱い風で仕上げを行います。それは必ず必要です。はい、こんにちは。じゃあ今日はね、チワワのカットです。体の毛を切ります。これ細かいことは説明欄に載せておくようにしますんで、とりあえずチワワの体の毛をカットします。でよいしょ、自分が前々から言ってるバリカンのカットって難しいんだよっていうのと、あとハサミの方が楽で、まあよいしょ、慣れないと大変なんだけどハサミの方が楽って言ってる、その辺の理由がこういうチワワの毛なんか特に分かりやすく出てるんですけど、それの説明をねちょっとしていきたいんですよ。まあちょっと昔話なんですけど、昔自分が趣味でね、ベースバンドマンがね、ジャガジャガ鳴らしてるあのベースですよ、ベースを習ってる時にとあるね雑誌を読んでたら、プロのベーシストの方がね、なんでピックじゃなく指引きなんですかって、指でねペケ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 ってピックでこうやって弾くんじゃなくて指引きなんですかっていう質問に対して、ピックっていうのは道具でしょって、自分の指で直接ギター鳴らした、まあベースなんですけどベースギター鳴らした方が楽なのは当たり前でしょって、一個物を介して音を出すってのがどれだけ難しいかっていうことを言ってて、何を言ってんだこの人はと、ピックの方が絶対楽じゃんって思ってたんですけど、今自分がこうトリマーという仕事をやってて分かるのは、バリカンってむちゃくちゃ難しいんですよ。でハサミっていう方が圧倒的に楽なんです、やりたいことができるんで。っていうのもやっぱりダイレクトに自分の加減で動かして切っていけるからなんですよね。でバリカンっていうのは勝手に動いてるのを自分でこう沿わしていくんですけど、そこには長さとかあと幅とか必ず決まったものができちゃうんです。で本当に特にこういうチワワのこのカットなんかすると分かると思うんですけど、トリマーさんバリカン入れてガタガタになるじゃないですか。いやならんよ、私は極めてるからっていう人も中にはいるでしょうけども、基本的にほとんどの、まあ自分も含め未熟なトリマーっていうのはバリカンで切ったらガタつくことの方が多いんですよ、圧倒的に。これは日本全国統計取ったわけじゃなくて理論的にそうなるんです。なんでっていうのはもう今見てわかる通り、この子の毛質から毛流から全てがめちゃくちゃなんですよ、全ての場所において。これシャンプーブロー終わって綺麗になってきてる状態です。
でそれでめちゃくちゃかって言ったらめちゃくちゃじゃないんですけど、シャンプーブロック終わった状態としては整ってるんですけど、犬として見てくださいよ。ちょっと伝わるか分かんないんですけど、首周りは毛が硬くて長くて明らかオーバーコートっていうようなコートが長めに残ってて、それでいてペタッとしてるんですね。でも前肢より後ろの部分に関してはそのコートがだんだん細くこうなってきて中心にある。でそしてその下の方っていうのはアンダーコートに近いようなホワホワ系の毛になっているという状態で、さらに言えば毛を切るときに何が大変かって、ちょっとね動画だと伝わりにくいんですけど、毛の色が分かりますね、グレーがかってるんですよ。中は毛先は黒なんだけど中身の方はグレーになっている。こっちなんかも圧倒的にもうまだらぐみたいな色になってくるんですよ。これをなんでバリカンが大変かっていうと、トリマーのカット全般的にそうなんですけど、上から一定の距離を全て刈り取りましょうっていうカットになってるんですよ。ってなったら毛質も違う、内側の毛色も違う、そして毛流も違う、植生方向も違う、そういったむちゃくちゃに乱れている毛っていうのをもう一定のものでガーッと切っていきましょうってなるんです。それ揃うわけがないですよね。今言葉で言ってるだけでも揃うわけないよねって思っちゃうぐらい無理なんですよ。でもそれをできてる風に見せるのがバリカン入れた後にすきばさみとかなんかでブレンディングって言ってもうごまかすわけですよ。まあこれ自体が別に悪いことではないんですけど、前々から言ってる通り自分はすきばさみやブレンダーでの仕上げっていうのはあまりめったにしない。それはもう前の動画で喋ってるんで今ここで喋ると長くなるんであれですけど、あまりよろしくないことだから、それを求めてる時以外、だからほとんど90何パーセントはほとんど自分はストレートで仕上げ、いくらすきとかブレンダーを入れても最後は必ずストレートで揃えていくっていうことをやるんですけど、そういうのをやっていくにはやっぱバリカンって大変で、ハサミの方が楽なんですよね。だから楽は楽なんですけど、なかなか道のりは遠いです。だってトリマーがやってないってことは教科書にも載ってない、学校でも教わらない、そしてこうだよねって話し合う仲間もいない、もうほぼ完全に独学に近い状態でこれをやっていかなきゃいけない。まあだんだん煮詰まってきてはいるんです。だから今自分がどういうことを考えてこういうふうに犬に向かってハサミ向けてるっていうのを少しでも説明できたらなと思って今回動画撮ってるんですけど、アクションカメラでね、手元動画なんか撮れれば一番良かったんですけど、もうあれもうどうしようもないことに何度やってもねネックハーネスがね簡単にポキポキ折れちゃうんですよ。安物買ってるからしょうがないんですけど、それやられると困っちゃって、今もちょうどネックハーネスが壊れている時期で手元動画が撮れません。なのでスマホを固定カメラとしてまた撮影していくのでちょっと見えにくいとは思うんですけども、なるべくね分かりやすいような解説を入れてやっていこうと思います。それではよろしくお願いします。はい、皆さん大変恐ろしいことが起きました。カメラが回ってなかったです。はーい、はーい、なんだろうな。それと思ったんですけど、いつもビフォー撮ってないやん。いやだってさあトリミングするぞって思った時によしじゃあカメラ回さなきゃって普通思います？思うのか、現代はそう思わなきゃいけないのか。はあ、すいません。とりあえず撮り忘れました。ビフォーの保養も撮ってないし、作業中は撮れてないし、ということで切り終わったんで軽く解説だけしておきます。すいません。はい、なんかもう気持ちがめっちゃ萎えてるんだけど見てもらっての通りここからですね、ちょうどこの毛質が変わっているところから後ろを切ってます。でここから前、ここ切ってません。はい、はい、お、なんか飛び出てるぞ。こういうとこが大切ですね。
前不完全じゃねえかっていうツッコミがありそうですけど、そうなんです。このカットで必要なのはここを切ったから終わりっていうのは、まあめっちゃ極めてればできるでしょうけども、必要なのは切り終わりました、下ろして歩きます、動きます、ボリボリ書きます、くるくる回ります、で毛がどうなってるかっていうのがすごい重要なので、正直切り終わってさあ終わりですってなるのは多分そういうのができるトッププロだけ。よいしょ、言い訳がましいですね。ね、まあ軽く解説も入れたいんですけど、途中の動画がないので全然伝わらないんですけど、一応入れときますね。で、先ほど言った通り、こっから上はここは手入れてません。で、こっから下だけを切ってますっていうのも、細かく説明すると延々と長くなるので、切ったか切ってないかだけでしか言ってないです。で、ここ今見えますね毛がピローンと飛び出てるように見えるじゃないですか。で、これを多分普通のトリマーのトリミングっていうので考えたら、必ずピタッと揃えなきゃいけない、上から一定数の距離を全て均等に切るもんだっていうのがほとんどの多くのペットカットなんですよ。でもこの毛は切っちゃダメです。はい、これ切るとまた形がおかしなことになります。そのいい例がこの、おお、この子ね、ちょっと止まってらんないから結局動画撮っててもあんま関係なかったかもしれないですね。見えづらいかな、ちょっと分かりにくいかな、少しハサミを入れてしまったのがこの辺なんですけど、そのせいでへこんじゃうんですね。これは毛を切って短くてへこんでるんじゃないんですよ。切ったところの毛がへこんでるんじゃなくて、切ったところの力の作用によって周りの毛がへこまされてるっていう状態なんですね。お前それ失敗じゃねえかと言われそうですけど、まあ失敗ではないにしても70点ですね。こっちが90点、こっちが70点、そんな感じです。でね、もっと細かいこと言うと、これの右側と左側でも切る量っていうのは変わってるんです。これこそ動画に撮っておきたかったんですけど、こっちの方が毛質的には多く切らなきゃいけない毛が多くって、こっちはほとんど切ることも少ない。言うなればね、ちょっと今分かりにくいかな、この辺の毛はやっぱりチッピング程度、ほんと毛先をチップした程度で、こっちは全体的に流れていて、全体的にってわけじゃないんです。ちょっと言葉的には全体的って言っちゃうけど、切る面としては全体的に、ただしその長さっていうのは、この辺はこれぐらい切って、この辺はこれぐらい切ってとかっていうのは分かれてますけど、そういうね、ここはこういう毛質だからこれぐらい切る、ここはこういう毛質だからこれぐらい切る、ここはこういう毛質だけどこんだけ切っちゃいけないところがあるからここは気をつけよう、そういうような切り方を全ての面で見ていくんですね。で、作業してるところ撮ってないから分かんないよって思うかもしれないですけど、でも多分これだけでもトリマーさんが見たら共感できるところって多分あると思うんですけど、あ、今までバリカン入れてて全然揃わんかった、で最後にすきばさみやブレンダーでちょこちょこちょこってやって、まあなじませたよね、これでさあどうぞお帰りくださいって言って、うん、良かったような良くないような、本当にこれなのかなって考えたことがあるトリマーさんいると思います。はい、その悩みを誰の制限も受けずに、いやこうだよねってひたすら考えて実行し続けた男がここにいます。そしてだんだんと答えに近づいてますので、もしいつもバリカンで切ってますとか、毛をねこうやって立てて、ここの長さ分、必要な長さ分を全てきれいに揃えて切るんだっていうことに疑問を感じた方、ぜひその疑問を大切に育ててください。やっぱりね、現場でやってる人間の疑問っていうのはすごく必要なんですよ、正しいんですよ。それをね、徐々に煮詰めていくと新しいものが出てきます。で、うん、まあそっか、あんまり言ってもしゃあないからこの辺で終わりにしておきましょうか。とりあえずこの後降りて歩様を少し見てみようと思います。はいはいはい、あ、ちょうどいいね、ブルブルしたね。はい、ブルブルしてパッと遠くから見てください、全然違和感ないですよね。
でもよく見てみるとやっぱり毛質に違いは出てるんです。これを毛先から一定距離すべて定量で切ってしまうと、このパッと見自然だよねができないんですよ。ほんとこれがね重要だから、その部分部分の毛質とか植生方向、植生角度、毛流で、オーバーコートとアンダーコートっていうのもあるんですよ。人間と違って、また犬は複雑、ものすごいたくさんの種類の毛を、さあバリカンこっからここまで入れたら終わりですってことはないんですよね。だから一個一個地味にハサミで切っていくのが早くて楽なんです。ちなみに、いやいやいや、バリカンの方がさっといって早いでしょうって思うかもしれないじゃないですか。この子今全身ハサミ入れ終わりましたけど、10分15分ぐらいなもんです。だからカット料も1500円ぐらいね、それぐらいでできちゃうんです。ちゃんとブレンディング、あ、ブレンディングじゃない、ブレンダー、すきばさみで切った後にストレートで揃えて、それでも10分15分なんです。これぐらいの全身カットだったらそんなもんなんですよ。だったらハサミの方が楽だと思いませんか。自分はずっとバリカンで切って、ああもう揃わない、なんならそれを揃えるのが大変で、結局ガタボコしているなっていうのをブレンダーですきばさみで揃えたとて、犬が動いたらそのボコボコがすごい目立つんですよ。おかしいじゃんこれって。確かにぬいぐるみだったらごまかせる状態かもしれないけど、この子って生きてて動くんだもん。じゃあ生きてて動いた時にはどうなってんのって言ったら、ボコボコになったらおかしいよねって。生きてて動いてる時に自然な毛の長さになるっていうのが、それがトリミングじゃないのって思うと、こういうカットを求めるようになったっていうお話ですね。もうちょっと細かいお説明説明ができる時があればその時はしたいと思いますが、まあたまにはこんなこともいいのかなということで、今日はここまでにいたします。どうもありがとうございました。ありがとうね。こっちで映る。はい、よし。